皆様こんにちは。バイマバイヤーノアスペインこと長澤みどり子です。本日のアイテムをご紹介したいと思います。本日はこちらのプレゼントにぴったりなね、こう小さい、アクセサリーなんですが、プラダのキーリングをご紹介したいと思います。キーケースとかキーリングはね、プレゼントの定番として人気ありますけれども、こちらはなんとキャットの、人形ですね。人形をキャットモチーフにしたサフィアのレザーを使ったものなんですが、この体のこの部分、出汁の部分とね、腕の部分、こういうふうにゴージャスにクリスタルが散りばめてあります。後ろ側もこういうふうになってるんですが、かなり高級感のある、存在感のあるキーリングです。ここリングはねついてますけれども、こういうふうにホックもフックもついてますので、バッグのね飾りとしてお使いになる方も結構いらっしゃるようです。これは大きいですし、キーつけて歩いて、このキーよりも大きいこのキャットが、ね、目立ちますので、バッグ飾りとして、つけていただくととても可愛らしいんじゃないかと思います。このシリーズ数年前からプラダで、ね、販売してまして、これキャットですけれども、ロボットのものとか他にも可愛らしいのがたくさん販売されてます。すごくお手頃価格でね、プラダの中では買えますので、そういう点でもプレゼントに人気があります。目も光ってます。ちょっと面白い、素材をねこうやって使ってデザインされてます。とってもユニークです。本日はプレゼントにぴったりなプラダのキャットキーリングをご紹介いたしました。それではまた。